欅平駅ホームの南側に停車する列車と、黒部川第三発電所。黒部川の上流には新黒部川第三発電所も見える。奥金橋からの展望。欅平駅は、富山県黒部市にある、黒部峡谷鉄道本線の駅で、同線の終着駅である。標高599メートル。府中鉄道としては、富山県の最東端に位置する駅である。 一般旅客営業は、ここが終点であるが、関西電力黒部専用鉄道として軌道は先へ、続いている。トンネルを500メートルほど進んでスイッチバックした、ところにはこの駅の構内扱いの、通称欅平キダイ駅がある。そこから、高低差、約200メートルの縦高エレベーターにより、上部軌道の欅平上部駅とを結び、上部軌道の、 小型トロッコを介して黒部川第4発電所に至る。この関西電力黒部専用鉄道は原則として、関連社員等関係者以外は乗車できないが、関西電力が主催し、富山県が協賛する黒部ルート見学会に応募し、当選すれば乗車できる。12月1日翌年5月10日までは旅客営業を行っていない。ホームは非常に長く、 2本の列車が同時に停車できる。同時にホームに停車したそれぞれの列車が同時に機関車の付け替えをできる配線となっている。ホームの直上を黒部川第三発電所から通ずる高圧電線が通っている。駅舎はホームの北端にあり、階段を上がったところに改札口がある。駅舎の1階には出札口や売店があり。 2階にはレストランがある。屋上は展望台となっている。トイレは駅舎を外に出たところとホームの途中に設置されている。ありがとうございます。